これが最強就活生という感じのようなステータスで、もう僕はその行きたい企業からは全て内定をいただけたので、就職活動がうまくいくかどうかの、一番のポイントみたいなところ、はじめまして、旬ダイアリーメンバーのバンバンと申します。旬さんと同じく石川県金沢市の出身で、今回旬ダイアリーにインターン生として参加しております。皆さん末永くどうぞよろしくお願いいたします。今回僕が23卒最強の就活生だと思っている拓也くんにお越しいただきました。今回拓也くんの大学経験や大学時代のエピソードを通して、就活生の皆さんに伝わるような動画にできればなというふうに思っております。拓也くん、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介をお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました拓也です。私大学はカンカン同立に通っております。それでは差し支えない範囲で今回の就活の結果を教えていただければというふうに思います。はいはい、そうですね、まず三大商社と言われるようなところと、あとは外資系の戦略コンサルで、さらにメガバンクの、大企業営業に特化したような選抜コースみたいなところなどなど、まあ、その他もろもろっていう感じですかね。いや本当にこれが最強就活生という感じのようなステータスで、もう本当に僕から見てもすごい経歴の持ち主なので、今回はぜひいろんなエピソードを聞ければなというふうに思っております。カンカン同率で、はい、さらにその二浪というビハインドを背負っているということをお聞きしたんですけど、はいはい、ズバリ三大商社に入れた理由っていうのをお聞きできればなというふうに思います。もちろんその就職活動なのでテクニック面的な話、その GD での役割とか、ともう一つそのいわゆるコンピテンシー周り、コード特性みたいなところが評価されると思うんですけども、僕はもちろんまあテクニック面も鍛えたっていうところもあるんですけど、特に評価されたのがそのコンピテンシー周りだったかなというふうに思っています。なるほど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 、はい、コンピテンシー周りって実際具体的にどういうことを考えていらっしゃったんですか？なるほど、そういうと、まあ、いわゆるその自分からこう主体的に、まあ、課外活動に力を入れていたっていうところかなと思います。で、具体的には学生時代の起業に挑戦してみたりとか、あとは学生団体を立ち上げたりだとか、で、その他そのビジネスコンテストだったりとか論文コンテストに出て、まあ、ある種の結果をちゃんと残す。ああ、なるほどなるほど。じゃあ実際、はい、カンカン同率に入学されて、はいはい、こうビハインドを背負ってたっておっしゃってたと思うんですけど、実際入られた大学に入られた時のこう焦りだったり、はい、はい、心境みたいなのっていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか？そうですね、もちろんカンカン同率を第一志望にされてる方もたくさんいらっしゃるってい う, こう前提でお話しすることになるんですけど、まあ、私自身としては、まあ、当初その希望してた大学とは違ったので、まあ、かなりその悔しさみたいなところがあったりだとか、やっぱりこう普通に二浪してたので、その分のビハインドを背負ってるっていうところの、まあ、焦りみたいなものがあって、まあ、でも今を振り返ってみると、その焦りみたいなものがこう自分から何か課外活動に挑戦するみたいなところの原動力につながっていったのかなというふうに思います。なるほどなるほどなるほど。そこでじゃあ起業しようみたいな選択肢に至って、はい、そこからこう現在に至るっていう感じですかね。ああ、そうですね、はい。いや、すごいですね。本当になんか行動力みたいなところで言うと、やっぱり拓也さんにこう見習いたいなって思う方がたくさんいらっしゃると思うんですが、そのいつ頃にその学歴コンプレックスみたいなのを払拭することができたかなっていうのをお聞きできればなと思うんですけど、はいそうですね、なんかまあ明確にこのイベントがきっかけでみたいなものはあまりないんですけども、ビジネスコンテストであったりだとか、まあ、そういう一つ結果が出るシビアな世界みたいなところに入っていくと、まあ、実際その別に学歴で評価されるわけではなく、そこでのパフォーマンス状況で評価されるっていうところで、いろいろ活動していくうちに、学歴っていうのは本当にそのいわゆる高校まですごく頑張ってきた、努力のある種の社会的な評価として非常に価値があるものだという一方で、今現在何をしているのかっていうところであったりとか、これからどう動いていきたいのかみたいなところも、まあ、それ以上、まあ、同等か以上に重要なものだなというふうに考えられるようになってから、まあ、そういったコンプレックスみたいなものはなくなったかなと思います。なるほどなるほどなるほど。いろんな挑戦とか大学時代の生活の方が、僕も就活をしていて、そっちにこう比重が大きいんじゃないかなっていうのを薄々感じていたので、なんかそういったものはこう24歳の学生の方にとって少しこう学歴は関係ないという安心感にもつながってもらえますし、なおかつでも行動しなきゃそういうコンプレックスはなかなかこう払拭できないんだよっていう、その報道ですよね。なんかまさにおっしゃる通りで、今この動画をご覧いただいている方の中にも、まあ、留年してしまったであったりとか、まあ、浪人をしているみたいな人がいるかなと思うんですけど、なんか
全くそれが人事から聞かれないかって言われたら、うん、全然そんなことはないんですけど、うんうん、まあ聞かれはするんですけど、それ以上にやっぱり学生時代どう行動してきたかなみたいな、うんうん、そっちの方を圧倒的にやっぱ重視されているので、もしそういったところにちょっと不安とかがあるのであれば、うんうん、むしろなんかそれは新しいことに挑戦していく、うんうん、なんかいいきっかけというか背中を押してくれる材料みたいな風にこうポジティブに捉えていいんじゃないかなと思います。なるほどなるほど。でただそのやはり三大商社だったり戦略コンサルから内定をいただいているっていう中で、はいはい、もう僕もその内定者の属性を聞く限り、はい、やはり高学歴のこういわゆる国立のトップって言われてるところの学生さんが多いイメージなんですけど、はいはい、そういったところの就活をする上で学歴のハンデみたいなのって実際感じられたことありました？はい、そうですね、結果論から言うと、うん、僕はその行きたい企業からは全て内定をいただけたので、感じてないです。ただそのね、やっぱり選抜コミュニティっていうものがあったりだとかっていうのはあると思うんですけど、それも今なんか自分からお金を払えば、うん、それと同等のサービスを提供してる就活コミュニティが入れたりだとか、うん、まあ、自分から社会人の人見つけてお金を払ってでも、うん、例えばケースとかを見てもらうとか、うん、とかいくらでもできるので、うん、まあ、今の世の中は本当にこうオンラインっていうのが発達して、例えば関西にいる学生でも関東にいる戦略コンサルを志望する学生と一緒に対策をするみたいなこともできるので、要はまとめると自分次第かなと。ああなるほどなるほどなるほど。それをじゃあうまくサービスっていうものを活用されて、その学歴ハンデを感じないようなこう就活の戦略みたいなのを自分ご自身に当たられて、そこで努力されたっていうことですかね。そうですね、僕はいつも後輩とかに就活を指導するときも言ってるのが、その就職活動っていうのはいわゆる大富豪とかと一緒だよと、大富豪って手札とあとは自分の出し方で決まりますよね、だからそれを就活に置き換えると、手札っていうのがいわゆるまあ学知かとか、自分自身のアピール材料、でそれをどう見せていくかっていうところ、企業ごとに合わせてっていう、そのテクニック的な話だというふうに思ってるので、学知かも自分自身で作ることができるし、そのテクニックを学ぶっていうことも自分自身で、習得していけるっていうとこかなと思います。あーなるほどなるほど。ただそこの見せ方でやはり苦労されてる方がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなって思うんですが、実際こうどういう風に工夫されたとか、もう少し具体的にどういう見せ方をこうイエス等でされたのかっていうのを聞いていければと思うんですけど、それで言うと、はい、まあ、そのなんだろうな、テクニック論的な結論をファーストで書くとかっていうのは、まあ全員できてる前提として、はい、なんか僕自身のそのスタンスみたいなところですよね、何をアピールしたかったのかみたいな、そこで言うとやっぱり自分自身のその強みであるような、まあ、いろんなことに好奇心を持って、自分からチャレンジしていくみたいなところは必ず伝えるようにしていましたし、パッションっていうところも非常に重要かなというふうに思っていて、とある銀行のこう面接を受けてるときにメンターの方が模擬面接みたいなのをしてくださるんですね、はい、でそこで拓也君は95点ですと、もうさすがですと、もう言うところありません、じゃあ残りの5点は何ですかって志望の熱意がちょっと足らないなって言われるようなこともあったので、やっぱり最後の最後やっぱりそこは見られるポイントかなと思います。なるほどなるほどなるほど。それでは、先ほどおっしゃっていただいたその二浪についていろいろ聞かれたみたいな経験があったかなというふうに思うんですが、具体的にどういう返し方をしてこう面接官の方に切り返されてるのかなっていうのを聞いていければなというふうに思うんですが、先ほどバンバンさんも就活ではこう誠実に何事も正直に言うっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、まさにそれが答えで、でも普通にこういう大学を志望してました、で結果がこうでした、でそこの、まあ、悔しさみたいなものがこうバネになって、新しいことを挑戦していくみたいなこう原動力になりましたっていうふうに言ったら、こう面接官の方もこう気を使ってか、全然なんかそういうところは懸念してなくて、むしろこう学生時代に結果としてこれだけのすごい成果を残されてるっていう方が高く評価できますみたいなふうにおっしゃっていただいてるので、自分が外学に入ってからどうするかっていうところ、未来に目を向けるっていうところが大事なんじゃないかなと思います。なるほどなるほどなるほど。それで僕もう一つ聞きたかったんですけど、戦略コンサルの内定をいただくっていうのは、おそらく時期的には商社の内定と時期は違うかなと思うんですが、戦略コンサルから内定をいただいて三大商社まで就活を続けた理由っていうのを聞いていければなというふうに思うんですが、それで言うと就職活動がうまくいくかどうかの一番のポイントみたいなところ、結果として振り返ってみればなんか大きなものが積み上がってる、モチベーションが湧かないみたいな学生に対してのアドバイスだったり、